んと歌詞覚えとかないとな。今度のほら広瀬と杉崎があるからな。楽しいですね。ね。その言葉遣い懐かしくない？そんな言わないだろ最近。照れちゃう？いや何言ってんだ。照れてるとこは大好き。うるさいうるさい。滑った今公民館じゃないまあまあどこに行くかお楽しみですよ。いつものことながら、はい、場所選んだのはお前だろうって話などこ行くか分かってるじゃん。どこですか。どこだろうね。体育館。体育館違ったかな。お城みたいな体育館。そうだね。怒られるよ、後で絶対。え、これっていつも行くように行っちゃっていいんだよね。はい、うん、まあ家だからね。なんか家よ。家ですよね。家だよ。帰りましょう。龍眼様。うわぁ、言ってさ、車で来たじゃん。運転してたじゃん。ワープじゃないっすよ。で、うち、はい、うち、じゃあ、中入るぞ。行くぞ。ここはどこですか？中見てきたノリでさ、家とは言えないよね。迎賓館です。正式名称は何でしたっけ？いただきます。これでもう2回目毎回では生クリームいる？いるよね。はい。おいしい。怖いの？これ。危ない危ないの？これ危ないの？はい。
美味しい。俺が生クリームの味何もわかんねえじゃん。これ混ぜんのかな。なんだっけこれ、アールグレイに生クリームでいいんだっけ。おいしいです。まあまあかな。どうでした？すっごい綺麗でしたね。僕の家すごいでしょ。すごい。すごいでしょ。さすが。中がね、ちょっとね、公開できないのはね。さすが王子。外観しかちょっと見せられないんだけどさ。あんまり魔王のお城っていうより王子のお城ですよね。まあほら、もともとはさ、王家じゃん、うん、ね、王家の息子だったわけだ。まあいろいろあってさ、ね、こう魔王になったわけだけどさ、うん、まあ建物はね、建物ぐらいほら白くていいんじゃないかなと思って、まあ、そこはね、あの闇に染めなかったって。怒られるよ、ほんとそういうこと言ってると。いやーすごかったね、ほんとに。あのシャンデリアはね、いただこう。はい。じゃあ、See ya。